階段アミーゴ。もしかしたらあの時なんかエレベーター乗ってたのかなっていうのはありましたけどね。まあ、エレベーターでその変な現象に遭うって、はい、その結構僕が前にこう沖縄で芸人活動してる時に、はい、国際通りのあるビルを、まあ、改装してそこに劇場もあって、でそこで並列しておもろお化け屋敷っていうのやってたんですよ、うん、でこうお化け屋敷のこうキャストは僕らなんですよね、芸人なんで、脅かしつつ笑かすみたいなことをやってた時に、すごいエレベーターでいろんなことが起きてて、僕が聞いたのは、そのエレベーターって、使ってないフロアには絶対止まらないように鍵かけられてるんですよ、うんうんうん、で地下のフロアなんてもう使わなくなった建物の中にあるこの椅子だったりとかタンスだったりとか全部閉まってあるんで、まあ全く使わないで行かないんですよ。ただ一回だけ行くのが、そのエレベーターで何度か使ってる間にエアコンついてるんで水抜かなきゃいけなくて、その時は一番地下まで降りてボタンを押すと排出するっていう、なんか変なシステムがあって、うん、その時ぐらいしか、まあ、鍵を持っているその警備員さんしか行けないんですよ。ただ僕が、友達が遊びに来てくれた時に、じゃあ案内するぞって、まあ、お化け役なんで、ちょっと怖がらせて言ったんですよ。で、乗ってもらって。で、7階に行って、7階、6階、5階がお化け屋敷なんで、ずっと下がっていくんですけど、7階に行こうと思って7階押してるけど、押せないんですけど、押せないんですよ。押してるけど、光んなくて。あれと思って、なんでこれ光んないんだろうと思ったら、7階押してたのに、急に B2 って光ったんですよ。うん、あれってなって。もちろん僕は、ちょっと、まあ、霊が見えることが多いんで、まさかと思って、パッて振り向いて、バーって見たんですけど、いないんですよ。霊いないけどな、と思ってたら、そのままゆっくり B2 に降りていくんですよ。で、バーって降りてって、パカーンって開いたら、僕も初めて行ったんですけど、もう椅子でバリケードされてるみたいに、使わなくなった椅子とか物がエレベーターの目の前にいっぱいあるんですよ。で、奥は真っ暗でシーンってして、音が響くんですよ。の一緒に乗ってるお客さんの子たちは、何この演出、むちゃくちゃ怖いんだけどって言って怖がってくれてはいるんですけど、僕はこの演出ないと分かってるんで、いや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 、なんだこの状況と思って、そのままドアが閉まって、で足元にペダルがあって、それを踏むと中の電気がパンと落ちるんですよね。でそういう演出はもともとあったんで、怖すぎて7階に行くまでそのペダル踏むのを忘れて、あの真っ暗闇の部屋っていうのに1個目通さなきゃいけないのに、もうピーカンの状態でどうぞーって言ってしまって流れ飛んじゃって、どうぞーって言って下ろした後にもう芸人たちやばいやばいやばいって言って、あの時は中に呼ばれてるような感覚はちょっとあったんですよ。あの何にもない埃っぽい倉庫みたいなところにただただ案内されて、で後々言ったら、いやいやあれ鍵かかってるからいけねえよって言われて、ボタン押したらつかねえよ、うわーってなって、これは怪奇現象だろうっていう経験をしたことあります。はぁ、何これみたいな。でもそれで言うと、はい、あの自分も昔あの撮影